はい、皆さん、東京で地震です。地震ということで7日の夜の10時40分ぐらいです。大変ですね。周辺の皆さんは大丈夫でしょうか。僕の友達も東京関東の方にたくさんいますけれども、これはすごいですね。本当に大変です。電車も影響があるようです。たくさんの人が待ちぼうけしてます。こんなような感じで最大震度は5強のようです。これは品川駅のようです。全部電車が止まっています。道のマンホールもそこから水がいっぱい出ています。東京でこんなことが起きるんでしょうか。水道のパイプラインも破損しているところがあるようです。新幹線の車内もかなり揺れています。皆さんお気をつけください。